はい、こんにちは、ちちちです。今回は速報動画です。なんとモンスターハンターワールドとファイナルファンタジー14がコラボすることになりました。ファイナルファンタジー14はスクエアエニックスさんが開発したファイナルファンタジーシリーズのナンバリングタイトル第14作目にあたり、ファイナルファンタジー11以来の2作目の MMORPG です。このファイナルファンタジーの世界に我々のリオレウスが出張します。ついでにアイルーや回復役も出張するようです。過去モンスターハンタークロスでファイナルファンタジーとのコラボもあったんですが、あくまで装備のコラボでした。今回は装備だけではなくリオレウスが出張するとのことで非常に楽しみです。そしてコラボと言いますから、ファイナルファンタジーの世界のモンスターもこちら側に出張してくるのではないかなと思います。いろいろとリーク情報などはございますが、公式発表はまだですので、こちらに関しては近々公式で発表もあると思いますし、発表があり次第まとめて動画にしたいなと思います。昨日深夜2時頃リアルタイムで E3 見てたんですが、びっくりしすぎてツイッターでつぶやいた後そのまま気絶するように寝てしまいました。まとめるのが遅くなって大変申し訳ございません。今後も情報をキャッチし次第動画でまとめていこうと思います。ということで今回は以上です。最後までご視聴誠にありがとうございます。励みになりますので、チャンネルの登録と高評価ボタンのポチをよろしくお願いします。またねー。